はいどうも、カンタの個人チャンネルへようこそ。カンタの大冒険でございますということで、今現在時刻20時34分、今日撮影して今日投稿している緊急動画でございますと。はい、まず一つ、この動画で言いたいことたった一つだけでございます。もうね、この動画見てくれてる人は当然してくれてると思うんですけども、カンタの大冒険今登録者数が99万人となりました。もしチャンネル登録してないで見てるよっていうあなた、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、最悪なところで噛んでしまったんですけども、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ですね、まあこういう緩い動画があってもいいかなと思って、本当に緊急でカメラを回していて、投稿がいつになるか分かんないんですけども、ですね、ここから先のちょっとスケジュールが詰まってしまっておりまして、どうにもですね、生配信ができない可能性が高いというピンチに差し掛かっておりまして、だいたい登録者100万人いくときって生配信したいじゃないですか。やっぱりそれはね、今回100万人いくんですよ。メインチャンネルとかじゃなくて、僕個人のチャンネルが、まあ、ショート動画からね、まあ、海外の人が見てくれて登録者数がバーって増えた影響も当然あるんですけども、本当に本当にたくさんの日本のね方がコメントしてくださったり、カンタチャンネルズキッズと呼ばせていただいている皆さんの応援のおかげで海外に動画が届いたりとか、今もね、道で会った時に動画見てますよって言ってくれる人も本当に多くてですね、その方々と純粋に生配信で100万人のタイミングをお祝いしたいなと思っているのですが、今現在登録者数が99万4073人なんです。あと6000名様お待ちしております。でですね、明日生配信を、明日っていうと2024年2月4日日曜日の21時頃からちょっと緊急100万人突破生配信をちょっと計画しようかなと思っておりまして、で、いかなそうだったらやらないと思うんですけども、まあ1日あたりの伸び率とかを考えた時にですね、非常に明日突破するのが微妙に難しいんです。はい、なので、横動画の方でもぜひ、簡単な大冒険見てるけど YouTuber のチャンネル登録とかそんなしないんだよねとか、別にアカウント持ってないんだよねって人も多いと思うんですけども、できれば力を貸していただきたいできれば力を貸していただきたいでございます。はい、この日曜日という絶好のタイミングを逃すとですね、また先になったりとか、ちょっとね、せっかくのタイミングを喜べるタイミングを逃してしまうという私の人生にありがちなパターンなので、何としてでも阻止したいんです。はい、なのでぜひ、まだね、友達で登録してない人がいたりとか、まだおすすめしてないよって人がいたら、そういう方にもぜひおすすめしてみてください。で、100万人突破ライブではね、新しい100万人突破グッズも準備してたりとか、いろいろ報告したいこともありますし、私の映像のショート動画、まあ、トリック映像みたいなものなんですけども、昔から大好きで、で、映像もずっとやってきて、今年もどんどんやっていくぞっていう中で、去年の2月3日の登録者数を見たら、なんと12万人とかだったんですよね。そこからここまで増えるかってぐらい増やさせていただいて、本当ありがとうございます。もうみんなへの感謝が止まらないんですけども、まあやっぱり一緒に喜びたいなっていうのが素直な気持ちでこの動画を撮っております。はい。で、まあ今現在もそうですし、昔も日本でそういう映像、世界では多いんですけども、まあ、多いくはないか、いらっしゃるんですけども、まだね、そういう映像の面白さを広める YouTuber ってそんないないっていうのもあって、まあ、大きく舵を切って、そっち側に個人チャンネル楽しいからシフトしたところ、
こんな未来が待っているっていうのは個人的に思ってなかったところでして、はい、ぜひ皆さんと喜べたらいいなと心の底から思ってるので、ぜひ登録してない方は登録してほしいし、登録してる人もぜひ応援していただければなと思います。明日21時から生配信すると思うので、しなかったらごめんなさい、できなかったと思ってください。突破しないんだな。まあでもするかな一応、うん、そういう感じでちょっと挑戦してみたいなと思うので、ぜひ、チャンネル登録というか、あの生配信の方も見に来て一緒に盛り上げて一緒に喜んでもらえたら嬉しいなと思っております。みんなのおかげでここまで来れました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今日はこれでおしまいです。横動画も全力でやってるんで楽しんでくれると嬉しいです。火曜日の21時毎回やってるし、ボイシーもやってるし、すごく充実した活動を過ごしているので、今久々に見たよって人はぜひ追ってみてください。それではありがとうございました。テロップをたくさんつけます、なるべく。